1> いい一日でした。そう。今日はグランパス勝ちました。えミュも今日カジケン食べました。そうなのそうなの。もうおでこも全開だし。 すっぴんなしなんお風呂上がりってその人の中で一番美女が悪いと思っているんですけど、はい、本当とに美女が悪い暑いえそう明日から4時販売が始まるということがさらっと発表されていてびっくりーそう今日はひめたんのカードが出たんですけどひめたんが出たカードとトレードしてもらったので どうにかかっって感じ目元吉田行きたかった今日の中坂の持ち物財布とイヤホンと充電器とユニフォームとタオルだったから <laughs> カバンの8割ユニフォームとタオル締め,締めてたからそうなの絶対に絶対に今日はし早く終わらせようと思って。 でも私一人が頑張っても別に早く終わるものじゃないんですけど早く終わるぞって思ってたんです終わりませんでしたでもまあ無事に勝ってよかったです本当に切実に勝利うれしすぎマジでうれしすぎた原爆3点取ったのは24節の神戸戦イライラしい勝ち点3でかいし普通に得殊点差を3ね 詰めれたのっていうでですか嬉しいです菊池選手のゴールすごかったそれなゴラッソちょっと気になってる選手えってか今日本当にランゲラックス選手やばかったちょっと見てない方に説明するのがすごい難しいので今から中坂がダイジェストでお届けするんですけどこう前からこう新潟の選手が結構な至近距離で蹴ったんですよそそしてそれをこう左手で、ね 弾いたんですけどあの左手で弾いたところにも新潟の選手がいてなんかそれもファってきたんですけどなんかそれはなんか足か体かに当たってパンってまた弾いたんですねでなんかそっから結構新潟の選手と名古屋の選手がもみくちゃになってたんですけどなんかまたでもポンってきて次は顔面ブロックポンってして、えー、みたいな。 で最終的には稲垣選手が外に出してくれたおかげで失点は免れたのとあの今日はあの12人目の選手、えー、ゴール <laughs> ゴールバー, <laughs> バーのおかげで1点防げましたね本当に、はい、素晴らしいクリーンシートで終われたのは本当にとても良いです嬉しすぎてもう でも多分中坂が行ってたらもう勝ってなかったかもしれないから <laughs> 弱気になってますねだからまあ行かなくてよかったかなって思いました <laughs> はいねあ分かりづらいんですけどここら辺蚊に刺されても痒すぎて大変なのフふフ そうそうこれはこの今年の大祭典で無料配布されていたユニホームなんですけれども長坂はちょっと今日初めてこれに腕を通しました間違えた袖を通しましため <laughs> ちゃまってないんですけれども全然あのダゾーンで楽しんでましたピースピースはいおかえり もうなんか溶けそうおにょ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 って溶けそうですさすがに疲れてるなんかもう普通にでも全然今日より明日の方が大変そうなんですけどもう全然普通に疲れてるんですけどおにょ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 って感じです今日はでもブログも更新したし朝からインスタだけちょっと更新できなかったんですけども明日またあのインスタ更新したいなと思います そうそうねえ菊池選手の初ゴールがゴラスを現地で見られてよかったですわということでいいないいな協賛するほどのお金持ちではないんですけどそう地下鉄の運転手さんもね大採点の期間は来てくださってましたそうなんです 名古屋は夜も暑いの今日の夜、暑すぎて、もう家帰ってきてから、この部屋とリビングのクーラーをすぐにつけて、お,お風呂の温度を30度で入ってた、シャワーだけど、30度でシャワー浴びてた、暑すぎて、お湯なんて浴びてられなかった。そう。もう全部です、暑いのもあるし、嬉しいのもあるし、疲れてるのもあって、溶けそう。なんか、溶けるっていうか、いやいやいで眉毛描いてないです。これが自眉毛です <laughs> 今週末は手話が見られるのが楽しみすぎる。ねこの前見た時もすごい盛り上がってました。大祭典の家に来て、ここにましたということで。いいよね、かっこいいよね、このユニフォーム。え、そう、若年さん、本当に投稿ラッシュなので、皆さん全部チェックしてください。そうだよ。名古屋市地下鉄はね、みんな来てくれるんです、試合の日に。 え満月見た今日が本当の満月なんでしょめっちゃ光ってたいつもシャワーしたお風呂に入ることない見つ <laughs> かることないそう,そ,うそうなの風邪ひかないようありがとう そそうそう赤のれんさんみんなチェックしてくれましたかありがとうそうなの中秋の名月と満月が同じ日は6年後だそうです6年後とか考えたくないよもう荒沢だけど <laughs> 足とかマッサージし,したいけどマッサージする元気もないので足リラシートに任せます <laughs> こういう日は本当にアシリュラシートに限るアシリュラシート貼って寝るんですそうするともう翌朝「すっきり」です中坂の最近のセブンイレブンのおすすめがこれなので皆さんも飲んでみてくださいこちら機能性表示食品です毎日これ飲んでますなんか 最近はこうリハーサルの合間に出るお弁当リハーサルの合間に毎日お弁当を出していただいてるんですよでもお弁当ってまあ皆さんもお腹いっぱいになるくらいにまあまあな量入ってるじゃないですかで私はそれを毎日何も残さずにペロッと食べるんですねでなんかさすがに食べ過ぎを感じているので朝とか抜いたりあ抜いたいはないですヨーグルト食べてるんですけど これ,をこれを頼りに機能性表示食品飲んでますこれとウーロン茶を毎日毎日ではないウーロン茶かこれかを飲んでますはいなんか効果ないかもしれないけど普通に緑茶が好きなのでじゃあグランパスですイエーイそうなの 糖質と脂質の違い調べてくれたの次は糖質カット買おうかなでもなんかあの,ふあの今日メールで送ったんですけど朝ごはんの話なんですけどなんかレーズン食べれなくなってて悲しくなったレーズンが苦手だったなんかレーズンパンは好きなんですよでもレーズンが苦手でレーズンパンは好きなんですけどねなんかちょっとヨーグルトに入れることによってなんかブヨるんですけどもそれが結構ダメで レーズンだけままさかにあげようと思いますそうわザーズの生誕外れちゃったみたいな方ばっか見ましたほんとにスコやかちゃダブルは効きそうなカラスコもめっちゃ飲んでるでもなんかこれはほんとにリーズナブルでお財布に優しいのでおすすめですそうそうなんですよ 緑茶大好きミウも今日機能性飲料のメつツコーラ飲みましたけれども <laughs> これも飲んでますカレーにレーズン初めて聞いたそうあずさんド生誕がもう少しあるのもう少しであるので楽しみなんですけど カラスコは略してですねアイス食べたーいでもこれ以上何か食べたらちょっとデぶっちゅうな気もするしこの時間だからねでもアイス食べたい暑いんだもんだってどうのガツンままさかが持ってきてくれるってね珍しくままさかの方が今日は帰宅が遅かった私もまあまあ遅かったんですけど。 今日はもうカジケンも食べて帰ってきちゃったわけよ。今日はカジ今日のカジケン今日も新しいカジケンに行ったんですけど、<laughs> マジでえっ、ー、と期間中に五カジケンしてるんですけど、そう五カジケンしててなんかどこの店舗行っても確認が違うくてなんか面白いです。 カードはたんが出ましたハーゲンダッツの白いチョコミント何それ美味しそう叫べば出てくる四次元ポケント <laughs> 間違いないそう。 カードは今のところキミちゃんと横にアンさんとミクルトキオヒメタにトレードしてもらったのを持っています。誰をもらったかは誰だと思いますか。いただきます。おい,い <laughs> おい,い。半分がこの中かある。 涙目 <laughs> ちょっと頬張りすぎました <laughs> なんかもうお風呂上がりにぴったりすぎてうまいガツンとみかんが <laughs> 食べられるようになったあの <laughs> 感動 何の話してたっけあ誰のカードと交換してもらったかっていうとくるみのカードと交換してもらいましたまあすなわちそういうことです。 消えていません <laughs> <かっ> <laughs> あ視察ですよチーム E 視察ねえちょっとお誕生日のお祝いしたいんだけどお,お祝いしたいんだけどさ今何時何時ちょっとアイスが溶けちゃうからアイス食べ終わってからでもいいあと,分欲しあと10分待ってほしいんだけど。 どうですか人目さんおめでとう。溶けちゃうから。 なんか眉毛出てるからさよりいつもより表情が伝わって恥ずかしい <laughs> そう初めてチーム委、e、員の食べたの一口もらってめっちゃ美味しかった普通に K2 も普通に美味しかったでも私は S が一番好きです みー,ー自分のお金で S しか食べてないマジで S しか食べてないわ。 明後日は2回目です二事件でもやっぱ最初に食べた時の感動が忘れられない最初に食べた時の確認の感動がマジで忘れられないどこも美味しいんだけどねもう今日食べたところの確認もめっちゃ美味しかった。 大きかったです今日行ったところの確認はマヨネーズ足すのもめっちゃいいと思います見えなさいちょっと今のところ毎日手ハって感じですかね 家事件のために出張早く行くの？ありがとう。え食べたくなってきたでしょ？明日行ってね。 マジ放送事故、ぶっさいくんなかしかみんなに見せてないおめでとうハッピーバースデイトゥーユー,ーハッピーバースデイトゥーユー,ーハッピーバースデイディアひとみさんハッピーバースデイトゥーユーおたんじ誕生日おめでとう 誕生日おめでとうございますいつも遠くから応援してくれて本当にありがとうございますこの前ね初お会いできて次は初トーク会、初握手会でお会いできるということでとっ,とっても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 楽しみにしておりますこれからも可愛い中坂みゆちゃんを一生しして最高の幸せな人生中坂推しライフをお過ごしください 一緒中坂推しーお誕生日おめでとうハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーそうこの方は北海道からいつも応援してくださってるんですそうだからなかなかお会いできないんですけどねまた今度応援できるということでいっぱいお話できたらいいなって思います一緒中坂推しーということで最高 <laughs> ありがとうございますおめでとうだよ夜遅くなっちゃってごめんねああいやーもうほんとに皆さんいつもありがとうございます インターネットって素晴らしいね本当に文明の危機だわ合ってる使い方わかんないですけどみんなに中ちゃんのトーク会に来るべきパワーポイント作りたいんだけどさトーク会明日も明日から始まってあさ日まででしょう今日中に作らないと無理じゃん力か 力か、えー、初めて知ったりきえー、そうね来年はチーム s で北海道行きたいあ五5時販売もあるから確かに確かに。確かに じゃあ5時販売の時にパワポにしようかな明日の広告告知宣伝画像だけ作ろうかなパワポ使えないよ全然パソコンにハまってるんです <laughs> だから。 あのこの昨日はエクセルと戦ってたので次はパワーポイント頑張ろうかなみたいな。 ワン,チャン10月の幕張メッセは4時が最終の可能性もあるのでよかったら鳴る早やでゲッチュしていただけると嬉しいですよろしくお願いしますじゃあみんなのために、ね、踊りますねハローキティこんにちはキティはみんなの人気者わんぱくいじわるおこりんぼーま 優しいキティが一緒ならつられて優しくなっちゃうわ<アウ> <laughs> ハローキティこんにちはキティはみんなの人気者わんぱくいじわるおこりんぼうも優しいキティが一緒なら つられて優しくなっちゃうわえ知らないのみんな街中で絶対聞いたことあるでしょハローキティこんにちは焼きたてのポップコーンはいかがキティはみんなの人気者だよ聞いたことないのポップコーンマシンでポップコーン作ったことないの嘘でしょあれめっちゃ美味しいんだよ え、伝わらない。ジェネギャかのこれ。ジェネギャじゃない、絶対。ちなみに今日はキティちゃんの服で、リハしました。えー、ないんだ。<laughs> え、じゃあ調べてみてください。ハローキティポップコーンみたいな感じで。調べてみてください。めっちゃ美味しいから。 なんかいちごミルク味みたいなのが作れた時き本当に革命起きてたおいしすぎて <laughs> はい髪が乾いてきたわ感動やっぱ短いって正義「ア虫ムシ」の歌やばい「キャーベツ」の中からでしょ絶対。 キャベツの中からム虫出てきた「はいはい」みたいな <laughs>「はいはい」か「お父さんム虫」やろ絶対「キュのポップコーンは食べたことある <laughs> 白菜アオムシなら白菜からアオムシよくあるよねピッピーだっけピッピーなのか、えー、今日かきな止めがあってでもかきなとまだ全然喋ったことないから何喋っていいか分かんなくてなんかとりあえず手だけ振ってみたみたいな。 ちょっと頑張ってなんか最近は気づいたら11期と一緒にいることがすごく多くてなんか毎日幸せな人生歩ませてもらってるんですけどちょっと12期のみんなとも話せるようになりたいなと思っていますそう今から新潟か栃木に帰る途中なんだけど雨がやばすぎて雨降ってるんだそれはやばいねう、えー、んう、えー、ん そうなんかさつきちとも全然十二期とは喋れてなくてココハちゃんとしか喋れないココハちゃんにしかだるがらめないんだけどそうこの前マジで可愛いエピソードがあったんだけど教えてあげない そうそうそうな全然十二期とはしゃべれてない柿怜奈としゃべりたい柿怜奈最近19歳になったよねおめでとう 誰とのエピソード11期半分って感じ11期の3人とのエピソードなんですけど思い出すだけで顔がにやけてしまう <laughs> あー幸せだったなーみたいななんかもうあの空間に戻りたいもんもう一回もうそんくらい幸せだったはい とということでまだ喋りますけれども。何の話しようか忘れちゃったからみんなちょっとなんか話してください。 グルミン生誕いいな月見系何か食べた月見系はコメダのフルモーンバーガーだけ食べましたけれどもまだマックに行けていないんです月見が始まってからこれも深刻な問題でしかないえ本ほんとだ ブンブンが落ちているわセカンドブンブンが落ちてるこちらはしゅ初代ブンブンこれはセカンドブンブンやっホー赤の絵のチラシ届いたありがとうございます <laughs> キティちゃんポップコーンで調べたらめっちゃノリノリやったうあれこうめっちゃハンドル回すんだよ そう米田のハンバーガー大好きです中坂は米田に行ったらフィッシュフライバーガーかナポリタンしか頼まないからたまに奮発してビーフシチュー頼むけどもう基本デフォはこの2つですフィッシュフライバーガーは安いのにでかくて満足感しかないなんか本当にこれはバカだったなって思う話 <laughs> もう振り返ると本当にバカすぎる話なので笑いながら聞いてほしいんでちょっとみんな笑ってください

ドリンクを頼んだのそしたら「なんかモーニングも食べれますけどどうしますか?」って言われて「えじゃあモーニングも食べようよ」ってなって「モーニングも食べたんだけど私たちはすっかり忘れていたんです」城のワールを頼んだことしかもビッグサイズをだから最初にまずモーニングが来て「えモーニングおいしい久しぶりに米菜のモーニング食べたテンション上がる」ってそっから「 フィッシュフライバーガーを食べて、あまあまあえー、このハンバーグ美味しいでしょみたいな。私のおすすめなのみたいな。友達と言ってたんだけど、もぐもぐもぐ、美味しい、美味しい、最高、最高って食べてたら、もうなんか、お腹いっぱいだねって言ったら、もう白のワールドーンって、もう、やばくないそれ全部ちゃんと完食してから出てきたから。<laughs> すごいよね。で、ロのワールも食べて、 出発します <laughs>。本当に中坂さんはバナナジュースかミルクコーヒーアイスミルクコーヒーしか飲みません <laughs> はい完食しました友達2人で2人ともデカハンバーガーとモーニング頼んで2人であの,のワルはわけ分けしました 1>, 1人だったらミニでもいいけど2人だったら大きいの頼んじゃおうかなクリームソーダ飲まないんですよねなんかフロート系は <laughs> 飲むの下手くそだから <laughs> 飲まない <laughs> バナナジュースバナナジュース一強なんですけどバナナジュースないお店よくあるからアイスミルクコーヒーも飲みます 普通に友達,と行きました友達とバカしたそうそう今麺も食べた気がするそうそう。 ねフランチャイズなんだ初めて知ったキティちゃんの歌あポップコーンの歌池田歌ってしょだって池田さんよくやってるイメージあるもんリップ塗っちゃった唇乾燥しすぎてクリームソーダ写真あったやん野菜飲む時もあるけど基本デフォは。 モーニングコメダのモーニングであんこ以外頼む人とはちょっと仲良くなれないかもしれない,い絶対にあんこでしょうみたいな中坂さんはもうオグラトースト大好き人間なのでそのオグラトースト以外を頼むっていう概念がないああ鼻がムズムズしてきちゃった ゆで卵頼みます卵です。俺はいちごジャムでいい。卵ペーストもいいですよって。<laughs> グラトースト苦手バタートーストえな、ー、かくない今までありがとうございました <laughs>、えー。えあんこトッピングどっちでもいいなあんこはミューは。 君の,のワールにも100円であんこ増しできるねえ、あんこでしょ絶対にえおオフラトーストってみんな食べないんですかえ <laughs> あんかけスーパー頼まないんですよナポリタンしか頼まない。 トーストじゃないのえみんなみんなそうなのかグッバイじゃあみんなにあんこのおいしさを伝えていきたいと思います何で中坂さんはもうどこのモーニングに行ってもオグラトーストしか食べないんですよもうこれはもうガチ誓えるマジで誓える <laughs> 何に誓えるか分かんないけど誓えるくらいあ,のもうあんこしか食べないオグラトーストしか食べないんですけど そうなんですね皆さんは小倉トーストを逆に食べないんですねそうなのか常識だと思ってました重いですかえー、そっかー。 トーストってあんなに美味しいのに、みんな美味しさが分かんないのか。そうか。そうなのか。ショックでした。<laughs> もうなんか、毎朝小倉トーストでもいいくらい、あんこ。小倉トースト大好きだから。 なんか主流じゃないのに感動してる今「ショッカー」主流じゃないのか <laughs> まあまあ多様性の時代ですからね皆さんがモーニングを何食べようが私は受け入れていきたいと思いますので皆さんも中坂が小倉トースト食べるのを受け入れてくださいよろしくお願いします トトーストって名古屋にしかかないのかモーニング食わない人もたまにはモーニング食べれる時間に置きましょう「多様性」は英語でえっむずいんだろうでも絶対聞いたことありそう「多様性」でしょ絶対絶対そうだあんこだーい好きだよ かき氷にもあんこのっけたい人だからそうなんダイバーシティっていうのへえめっちゃ不細工な顔がだったへえそうなんだダイバーシティかっけえな。 え、どら焼きも大好き。え、だからあんこはもう粒も、こしあんも大好きの。どっちも好きなの。選べないです。普通に。だってどっちも美味しいもんね。ねお雑煮、お雑煮はあんま食べたことない。お雑煮って何お雑煮って何お雑煮って何お汁ことは違う。お雑煮もでもあんこんお雑煮って何ですか あおはぎはもうパパサカさんが愛してやまないものです。え、グランマキミュウ食べたことないんだよね、まだ。雑煮って何ですかなんかさ、雑煮って何ミュウがよく食べるあれは何ですかあれお雑煮か。 え、じゃ、あさなんか味噌汁の中にお餅が入ってるやつ、あれはなんですか。味噌汁の中にお餅が入ってるのが。お雑煮。え、じゃ、あ、中坂のお家でよく食べるあれはなんですか。中坂のお家でよく食べるあれはなんですか。 ぜんざい、それだー。<laughs> それだ。<laughs> それー。ぜんざいです。それそれ、それが言いたかったの。<laughs> めっちゃすっきりした、感動今。 黒ビブスは全チームですよ。昇格したら黒ビブスになります。ビブスが。四十七分やばい。もう終わらないと。養肝、養肝はあんま食べたことないんですよね。お色が好きです。そう。このネイルはだって赤のレさんの撮影が終わった後に行きましたから。その日に <laughs>。 ね、爪が割れはじ割れました初めてネイルして爪が割れましたやっぱ一番最初に行ったところのネイルが一番良かった高かったけど <laughs> まあ次はコンサートに向けてだからき合入れて高いところでやろうかな <laughs> そう割れちゃったのしかもねなんかめっちゃ中間で割れてるからここ見えるかな見えないよね中坂がいなくなった方がピントが合うかな ここら辺割れてんの分かるえ爪もめっちゃ伸びてるちなみにでもあと2週間3週間くらいこの爪で生きてい,い,いきたいからもうちょっと頑張ってほしいお願いだからえウイロえスライムイロウさ今週末までじゃね買いに行かないとじゃん。 思い出してよかったー爪めっちゃ伸びすぎてる本当にやばいよねちょっとねまた3週間伸ばしてたいという願望あ雨弱まってきたよかったよかった スライムウイム食べたいそう9月23とかまでじゃなかったっけ2328んかそんくらいまでだった爪かわちいなんですでも次の爪もかわちい予定なの次の爪がもう2ヶ月くらい3ヶ月くらい前からやりたかった嘘三3ヶ月前はもう全然嘘なんだけど1ヶ月前くらいからやりたかった爪なので。 それを周年コンサートでやりますスライムイロっていうのが売ってるんですよあのなんだっけあれに出てくるやつですテテ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 に出てくるやつなんだっけあれ29かあじゃあまだまだありますねああそうドラゴンクエストです えそうだよ10月の投稿もネイル見れますみゆが次ネイルしてないであろう時期は11月と12月ですだから11月3012月1日らへんはネイルしてない可能性の方が高いですでは終わります <laughs> そろそろもう寝ないとね配信終わったらすぐ寝ますみゆはみんなも早く寝るんだよもう鼻が 鼻が痒すぎておーそうだった充電器さしてた充電いっぱい溜まってますよなんか私の充電器のコードまた壊れちゃったから家庭今まさかの持ってきましたみーちゃんの鼻が限界を迎えているので終わります 純情が見てるからみんなもう純情なんじゃない鼻がるなぜだ <laughs> では終わります。ユアンガンナムさんシルバーダルマ、ピピペペピさん4周年おめ,お,おめめが星マークのニコちゃんさんシルバーハートメガネさんハート中坂パジャマさんハートお月見うさぎさんハシルバーハートエスキーの浴衣さんシルバーダルマルンルン猫さん、えー、ハート なおちゃんおシさんシルバーダルマピースさんハートハイカイチウさんシルバーダルマピースさんハートマスクしてるクロミちゃんさんシルバーハートサーさんシルバーダルマええ羊さんシルバーダルマシルバーダルマピースさんハートバイク猫さんシルバーハートナミナリラスカルさんハートサーさんシルバーダルマお月むさぎさんシルバーハートモフモさんシルバーハートアイス食べてる黄色の巨人さん シルバーダルマメガネさん、シルバーダルマ白のクマさん、4周年、おめ、ピピヘピさん、タランのオンパニワさん、ハート、オーマシャン、ハート、ハンバーガー、ハムハムさん、ハート、ハート、バイク猫さん、シルバーハート、サッカーさん、シルバーダルマえゥンナマンさん、シルバーダルマ白のクマさん、4周年、おめ、ピンクのかっぱさん、シルバーハート、緑さん、ハート、ルンルン猫コさん、ハート、おっきいさん、レインボー、メガネさん、ダルマピ,ピヘピさん、タランのンプウトラさん、可愛いえメガネさん、ハート、ガローさん、シルバーダルマ アイス食べてる黄色の巨人さんシルバーだるまメガネさんダルマ、ズンダマンさんハートアイス食べてる黄色の巨人さんシルバーダるまシルバーダるまマスクしてるクロミちゃんさんシルバーダるまドラさんシルバーダるまバイク猫さんシルバーハート洗濯女の子さんハートアイス食べてる黄色の巨人さんシルバーダルマ、シルバーダルマネギネギさん結婚して結婚してピースさんハート黄色の巨人さんアイス食べてる黄色の巨人さんシルバーダルマシルバーダルマえすごいこのペンギン騎士感。 ンギンさんシルバーハートネギネギさんシルバーダルマピースさんハートアイス食べてる黄色の巨人さんシルバーダルマシルバーダルマバイク猫さんハシルバーハートリーゼントさん、えー、シルバータコさん白のクマさんシルバーダルマアイス食べてる黄色の巨人さんシルバーダルマリーゼントさんシルバーダルマ、えー、ピースさんハート黄色ののキ アイス食べてる黄色の巨人さんシルバーだるまシルバーダルマ,シルバーダルマリーゼントさんシルバーだるま洗濯女の子さんシルバーだるまピンクのモコモコウサギさんだるまバイク猫さんシルバータコさんピピハビさんタラーのおんぶえチカさんハートアイス食べてる黄色の巨人さんシルバーだるまシャアさんシルバーだるま怪獣さんシルバーハートナッキーさんキューピットイナリンえー、なんだろうこれは頭にワニが乗ったボブの女の子さんシルバーダるま えリボンクマさんハートピースさんハート白のほにホニホニさんハートピースさんハートリボンクマさんハートハート頭に、えー、ワニが乗ったシルバー間違えた頭にワニが乗ったボブの女の子さんシルバーハートリボンクマさんハートピースさんハート白のほにホニホニさんハートピースさんハートリボンクマさんハートハートピースさんハートピンクのモコモコウサギさんダルマハンバーガーハマハマさんシルバーハート白のクマさんシルバーダルマメガネさんお花リボンクマさんハートハートハートトラさんレインボルンルの猫さんお花ピースさんハートリボンクマさんハートマスクしてるクロミちゃんサタラーの女の ポンプピースーリボンクマさんハートリボンコマさんハート SK のコマさんシルバーダルマピースーさんハート大きいさんシルバーハート白のコマさんシルバーダルマピースさんハートマイク持ってる女の子さんシルバーダルマさヤさんシルバーハートあ違うさサさんハートピースさんハートハートののさんハートバイク猫さんシルバータコさんさヤさん,さやさんハートピースさんハート ピンクのモコモコウサギさん、黄色のだるま、アノノさん、ハート、サえさん、ハート、マイク持ってる女の子さん、シルバードるマキラノノさん、ハート、メガネさん、お花、ピースさん、ハート、ハート、キラノノさん、ハート、ハート羊さん、シルバーハート、ピースさん、ハート、さエさん、ハート、イチゴネコさん、ハート、キラー・ノノさん、ハート、カエルさん、ハート、羊さん、シルバーハート、シルバーハート、ピピヘイピさん、タラノムタラノ音符、ヒツさん、シルバーハート、イチゴネコさん、ハート、羊さん、シルバーハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。 ということで、皆さん今日もたくさんのギフト本当にありがとうございます。消えちゃったギフトもたくさんあると思うんですけれども、改めて皆さん今日もありがとうございます。それでは続きましてランキングを見たいと思います。今日の中身73位は、デケデケデケデン。じゃーん。 怪獣のアバターのグラノンさんです。ありがとうございます。イエーイそして73位を狙ってくださった惜しい皆さんもありがとうございます。続きまして20位から見たいと思います。いきますせーのコプリンさん、ポテトンさん、すげーさん、新幹線さん、トモディさディーさん、高さん、エクシーさん、ありがとうございます。 ということで、20位から10位の皆さん、今日もありがとうございます。パチパチパチ。続きまして13位から読みます。13位さおっちさんありがとうございます。にゃんにゃんかいにゃんにゃ12位なきがらさんありがとうございます。もふもふもふ。11位とへっさんありがとうございます。ウキーウキーウキー 10位マックフロントさんありがとうございます。えー、9位スーパードライさんありがとうございます。バイクネコ8位、えー、大阪ひろしさんありがとうございます。うーネギネギーえー、7位総力戦さんありがとうございます。虎の着ぐるみがおーガープ。 6位黒猫山中さんありがとうございます。あじさいにゃん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 。えー5位岩崎きよしさんありがとうございます。あっちこっちどっちなきーさーん。4位武さんありがとうございます。飛行機ドグー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 3位長っぺさんありがとうございます。ベイビーベイビーベイビーパブー。 2位よっちゃんさんありがとうございます。中坂パジャマグッドモーニンググーそして今日の1位はドド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 ンせーのガロウさんガロウさんガロウさんありがとうございます。ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございました。コメントしてくださった方欲しい布団を投げてくださった方もありがとうございました。また明日の配信も 明日も多分22時半とか23時になっちゃうんですけど見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします今日の3連単は1837明日は明日でおそらく4周年ですおそらくなので明日はちょっとバチバチにメイクしてできたらいいなと思いますでは終わります今日の3連単は1837ああ だねん。ということで、五千五百四十盛り上がりありがとうございました。また明日の配信で、ね、お会いしましょう。せーの、バイチャー、じゃんけんポン。集めて、ほい。今日の合言葉も合言葉は、これはなしやで。バイバイ。みんなおやすみなさい。早く寝ようね。 お誕日もおね、ちゅ生ちゅおちゅとちゅちゅちゅ。